北川明大は日本のミュージシャン、歌手、作詞家、講演家である。血液型は O 型。滋賀県長浜市出身。滋賀県生まれ。滋賀県立虎姫高等学校を卒業後、名城大学を中退。30歳を過ぎる頃までサラリーマンとして通信会社の仕事に従事していた。カナダでの勤務時に趣味で始めた。 音楽活動で歌手活動を開始する。2010年11月、イベントのために、河野博幸と急増ユニットレフを結成主発ライブを行い、音楽祭や商業施設からオファーが出演のオファーが舞い込んだ。長浜市を拠点に活動し、2011年4月、長浜観光協会から観光 PR 隊の認定を受ける。 写真家の加藤正則が音源をレコード会社に送ったことからデビューが決まり2012年1月18日ジェイズレコーズよりシングル心の花をリリースした2014年1月同年3月19日より滋賀県在住者または滋賀県にゆかりのある曲のためのレーベルウォーターオブライフを所属事務所ジェイズプロデュースと共同で設立し同日に 同レーベルからアルバムを発売することを発表した。レーベル名は、東京長浜市出身の清水和彦のソロユニットザ・ウォーター・オブ・ライフが由来である。同レーベルは、コロンビアマーケティングとの提携により、滋賀県内に存在するものとしては、初の全国流通が可能なレーベルとなった。2015年により、東京の滋賀県出身のプロ野球選手東北楽天ゴールデン・イーグルス。 の本隆博の登場曲を歌っている。この曲は同選手のための書き下ろし曲となっており、曲のタイトルはの本本人がつけている。2015年6月24日に音源化され、CD と配信によって発売された。2017年6月、加藤時子、ゴスペラーズ、元渋部の宮沢和文らと共に、第1回美琶子音楽祭に出演。 琵琶湖ホールを満席にし成功させた。2018年頃より若手のアーティストを育成するためのアーティスト育成塾をきっかけに講演活動を開始した。本人としてはこれが徐々に各教育機関での講演、授業などの文化芸術の育成活動につながるきっかけになったという。コロナ禍の中でのイベント開催のあり方を探るため2020年6月より ソーシャルディスタンスライブと銘打った感染症対策の企画を毎月行っている。音楽家としては、加藤時子、五日の王と田村直美と交流が深く、彼らとはそれぞれコラボコンサートを開催している。デビュー時より、すべての音源のアレンジ、レコーディングなどは、角田ストックが行っている。行政機関との結びつきが強く、滋賀県知事時代の加田幸子、 現地時の三日月大蔵、長浜市長の藤井雄二との交流がある。2015年登場曲に採用された、魂夢の道が、縁で、乗本隆弘本人との交流もあり、彼の講演会イベントにはレフからの二人が、司会やコンサートを行う。乗本隆弘の弟でもある、乗本義樹とも交流があり、彼が、 楽天入団以前に所属していた山岸ロジスターズの選手当時に同チームの応援歌を制作している。近年はアーティスト活動とともに滋賀県を中心とした地域や行政との連携活動が多い。滋賀県立町浜北高等学校の校歌制作や犯罪被害者支援をはじめ滋賀県を中心とした関西県や静岡県など東海県での文化、 芸術活動を参加、主催している。また、滋賀県立町浜北高等学校や、滋賀県立長浜北西高等学校、滋賀県立八幡商業高等学校での講演や、臨時講師としての授業を定期的に行うなど、教育機関との関係性も深い。2020年6月より、コロナ禍の中でも実行可能な感染症対策のイベントを企画、開催している。 これはアマチュアプロ問わず出演の機会を作るという趣旨のもとで継続されている。ありがとうございます。